クーさんです。今日は大好きな奈良を紹介すんで。前の方に続いてゆっくり押さずに続いていってください。真夜中の儀式、お水塗料を見るためにゲストハウスに泊まった。奈良バックパッカーズっていう2月堂に歩いて15分ぐらいのところにある古い古いお宿。お部屋は2階の和室。なんか2段ベッドの部屋もあるけど、もうおばちゃんになったらもう和室やないと寝られへん。中庭が見えてすごくええ部屋やった。建物は古いけどね。梅も咲いてて、なんやろ、ムクドリかメジロかなんか鳥も来てて、すごい朝から気持ちよかったわ。素泊まりで3400円。1階は和室のリビングになって、まあみんなが集まったりして喋るらしい。そしてもって庭をこう歩いて外に出んねんけど、これもまたすごい趣あるよね。古いけどトイレとかは綺麗かったから全然オッケーやったわ。2月堂からも近いし、なんか夜中も出入りできるのが決めてやった。古いのオッケーな人は全然いいかもよ。朝7時に起きて2月堂へ歩いて散歩。昨日の夜は真っ黒やったけど、朝はやっぱ気持ちいいね。キラキラしてるわ。で、途中にある階段堂へ寄ることに。連れの同僚がここで買ったクリアファイルがもう一回欲しいねんて。四天王の像で有名なところらしい。広目店さんが好きらしい。ここのお庭もすごい素敵。また時間がある時に来たいわ。うわ、うんちがいっぱい。もう避けられへんの、これ。むっちゃ見られてんねんけど。大丈夫。けど、なんもなくてごめんね。昨日の帰り道とまたね、帰りは帰りで、また同じ。ごめんね。お邪魔します。お邪魔します。はい、餌や思って。餌ちゃうねんて、バンビちゃん。バンビちゃん可愛いな。バンビちゃん可愛いけど、なんもないねん。すごいゾクゾク集まっている。2月堂に向かう道は裏参道といって、綺麗な石畳の道ですごい趣がある。お日様もキラキラしてて、やっぱり気持ちやわ。早起きもええもんやね。この灯籠をあの大きな松明を持って登っていきはんねん。よう思えへんなと不思議になるわ。すごい幻想的やで、近くで見たい。2月堂の舞台からは奈良の市街が見える。すごいここも気持ちがいい。おすすめは夕日の時間。ほんまに夕焼けが綺麗ねん。祀られてるのは十一面観音さんやねんけど、絶対秘仏って言われてる。お経をあげる人たちでさえ見たことがないらしい。ほんまに張るんかも分かれへんねんて。すごない？足元だけ照らして
12日の真夜中に伝行衆さんたちが松明を持って降りてくるのがこの石段。12日の大松明の時には入られへんかったけど、この広場で本当を見るのが一番おすすめ。去年はほんますごかってん。これこれ。この赤い屋の中に若祭って井戸があって、そこのお水を汲んで11面観音さんにお供えすんねん。だからお水取りゆねんで。さて、朝の散歩も終わり、お腹も空いてきたから、モーニングでも行くわ。鹿の糞を吹っ飛ばして掃除してはった。こんなんしてんねんね。美味しくて安いモーニングを食べに、奈良の駅前まで戻ってきた。370円でコーヒーとパン2個選べんねん。100円追加でスープも頼んだ。このスープが結構本格的で美味しかったよな。店内の雰囲気も広々してて、なんとなくおしゃれ。禁煙、分煙になってるし、すごい良かった。同僚がどうしても行きたいって言ってた日本酒の試飲のお店。私、日本酒あんま得意やないねんけど、店主の人がめっちゃおもろかった。すっごい今いいよ。ああ、入ってきた。おそらすや。やったー。僕もちょうどこの間できたんですよ、錦市場。うん。これ1,250円。1,250円。どっちか。ちょっとほらほら、見て。どれどれ。ポコ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 。ポコポコポコってしてやろ。ポコポコポコ。面白いな。面白いな。うわあ。来いよ。本当マッコリみたい。じゃ日本酒。分かってる。見たい言ってみや。怒られるな。日本酒。出んのかな今こういうなんか。全然あれで旬なんよ。でも3月の駅なくなっちゃうよ。12月通り来はったらもっともっとやで。いやほんなら12月3日行けるけど。そう。そして私のお気に入りスポット浮見堂。ここほんま好きやねんな。何が好きかってなんかあんまり観光客少ないし落ち着いてるし。広々しててすごい好き。夏に一回満灯絵があって、その時もここら辺ろうそくの光で彩られてて、でボートが出とってん。で友達3人とワーキャー言いながら乗ったわ。でここ春も絶対いいはずやねん。桜の木がいっぱい植わってたから。だから秋も紅葉で綺麗。絶対おすすめ。浮見堂から西へ道路渡って降りていくと、またここも公園になってて、人も少なくてすごいとこやわ。新型コロナの影響で観光客少ないうちに行ってみたかったのがここ、興福寺国宝館。阿修羅像に会いたかってん。やっと会えたわ。人も少なくてよう見れた。あーお腹すいた。遅めのランチ行こう。